今回はサンタさんに出会えるかなツーリング、はい、イエーイイエーイ。他力本願。今日はクリスマスイブ12月24日ということでね、うん、サンタのコスプレして走るみたいな感じの人を、まあそういう人たちとね行って出会いたいね。我が家来るかなサンタさん。そやね、うん、どうしようか。枕元に本当大型バイクとか止まっとったらもうとりあえず行くよね。講習じゃないあれじゃなくて枕元にどうやってねバイクを運んできてくれるんやろうねそういうことそんなスペースないのにサンタさんどうやってぶち込んだ窓とかいろいろがなんか壊れとるかもしれん入れてくれるために頑張っていいよ。もうそれは仕方がない。諦める諦める。家の修理代の方が高くつくかもしれんガッシャンガッシャンやってますねそうやね。あ、サンタさん持ってきてくれよるなっていうねサンタさん、まあ、いい子にしようやけどなあ今日あったかいねあれちょっと待って、影になっちゃってちょっとタイミングマジでもうなんだ持ってますねちゃんと影用意してくれよったやんねえ気持ちいいなって言おうとしたんよというかグレーというか、うん、なんか不思議な雲しとるね。うん、これじゃないよ。お？ね、あの向こうのやつやろ。そう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 。あの山の向こうにおるやつやろ。あ、そう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 。あれ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 。これ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 。うん。何ですかこれは。何ですかこれは。あれかな雪雲みたいな。ああ、そんなんかもしれんね。うん、だって寒ない？ここちょっとなんか寒なったね。冷たいよね。うん、まあこっちの方言で言ったら冷やいよね。うん、風おじいちゃんおばあちゃんが使うやつやろ。風が冷やいそんなしたまに使うよね。だってあれやん、冷やいやん。え、寒いよ。うん、けどなんていう寒いんやけど、寒いのなんていう上の感じ、うん、が冷やい。めっちゃ寒いよ。おやけんそれをめっちゃつける必要ないやん。冷やいって言ったらもうこっちは通じるやんそれ寒いなんやって違う違う、寒いは寒いなんや、うん、寒いよりもう一個上行ったら冷やいんよ。え、ちょ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 、冷やい、ぬるいの真ん中や寒い。あ、ほやろ。うん、え、寒いの上、めっちゃ寒いことなんていうの。めっちゃ寒い。あ、やけん冷やいやん。冷やいやんやないわ。だってめっちゃってつける必要ないやん。の方が感情がすごい入るやん。いやもうなんか冷やいって言ったらあってなるやん。もうなんかもうそのめっちゃ寒いじゃなくても冷やいでもう、あ、冷やいんや今日なるやん。ああ違うやん、冷やいって使いませんよ。そう？うん、ほんと同じぐらいよね。周りで使う人おらんよね。お父さんお母さんも使わんやん。いや寒いねの上を今日冷やいねんやろ。言わん言わん、やめて言わんけん勘違いするやん県外の人とか。わかった、方言使わんゲームしよう。いやいや、やめときってもうすぐ終わるやん大丈夫よ。いやまだ始まってないけんまだいけるいやいや、でもその判断がわからんというか、もう第三者がおらんと。ああ、そうか。そうそう、ちょっと判断しにくいと思うからさ。いやだからさ、まあ、ちょっともうこれ合ってんのかな。もうそんな感じはもう分からんやん。もうなんかこのぐらいしか分からんし、これもあっとんかどうかも分からんけん。ああ、そっか、標準語なんか熟されてるけどいい感じになんか熟しました。え標準語はなかなか新しいな。うん、そうだね。で、急に来た。現れたよ。そうやねも分からんもんね。そうやねも怪しい気がするよね。確かに。そうだねやない。これ北海道弁やない。なんで？なんかボーリング。投げた。カーリングの人なんか言ったよね。そうだよね。そうだねやろ。そうだねが。角ってて曲がりね、うん、上り坂は上がりね。上りね。あ、上り。そうよ。上がりじゃない、あれ方言じゃなかったん。あ、違う。あれは上がり。上がりな。うん、あ、ちょっと上りよ。もうわや。うわ、強い風が。本当や、急にやね。うん、でも景色いい。うん、綺麗。誰もおらん。いや、めっちゃおるやろ。ちょっとこっちよ。あ、そっちかい。まっすぐ左。右やね。目的地は右や。それを分かってきとんのに。そうやった。忘れとった。やばいわ。車おるかな。車はめっちゃおるやん。あ、車じゃないや。なんなん。眠ってやけん。今日はクリスマス。また新手なやつや。新手な言い訳を考えてきたよ。もう今年もね。うん。なんか終わらそうとしよる。そろそろね。うん。頭の中も整理して。うん。右に曲がろうかなと。うん。そしたらね。そんな珍しいことあるんや。え、こんなことある？ねえ。え、バイク1台もおらんよ。ね。もうまっすぐ行くわいね、そりゃ。そうなんや、みんなクリスマスで。おデートでもしよんかな。あら。ここもやない、これ。うん、ツーリングやな。デートって言ってデートやろ。うん。あ、なんか叩かれよ。気づいてると思う。動物の呼び方しよるやん。なんかパチパチよると思ったらそこかね。え、うん、バイクがおらんふわり始めてきた。そうやね。うん。まあまあちょっと休憩しましょう。はーい。ふわりで休憩して、うん、サンタさんおるかなと思ったけどおらんかったね。0人やったサンタさん。バイクすらおらんかったね。ねえ。うん。珍しく0台。で帰る間際になってちょっと何台か現れたけど。意外とクリスマスイブっていうこともあって少ないかもね。そうだよね。うん。あ、信号。あ、人。うん。信号じゃない、人。あ、そうやね。うん、愛媛マラソンも近いけん。2 2月かな、もう練習せんとね、走る人は調整するというかね。あ、サンタさんや。思っとるサンタさんではなかったんやけどね。ああ、確かに。うん。ちょっと野営のサンタさん会いたいよね。そうやね。あれ、梅神寺のとこなんやった？うん、なんかの撮影、ドラマの撮影やった昔。うん、そうなんよ。一つ屋根の下。何のあれか分からんけど、なんか有名なんよね。うん、有名というか、まあね、ドラマの撮影できとったっていうところ、あの前のね、どっかやけど。行ってみますね。はい、どうぞ行ってみてください。はい、ここ右です。これ右なんですね。そうです、ここです。へえ。はいはい、これが梅神寺です。そう、私が思ったのはここに見えとる、なんかこの何が見えとるんだろうね、小屋みたいなところでなんか撮影があったと思うんやけど。あ、うるさいな。あ、何ね。マジで説明しよる横でめっちゃうるさいな。どれどれ？え、あそこ、あの白い建物。あそこに来とったんじゃない？違うよ。あ、そうなん。この駅やった。そう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 。うん。ここの駅になんかハンカチ縛り付けるんか、鍵を縛り付けるんか。鍵は縛り付けんやろね。かけるんやろね。鍵の使い方ちょっと違いますけど。なんか、あ、ほら見てて。え？あれ見て、写真撮りよるでしょ。うん、それはだと景色が綺麗やけんじゃない？これ、うーわ、ほんとや。東京ラブストーリー、1991年に大ヒットしたテレビドラマ「東京ラブストーリー」の最終回のロケ地として有名で、うん、ハンカチを結びつけた柵がある。うん、へえ。おお、ハンカチやったんや。うん、東京ラブストーリーやって、ハンカチを結びつけたところがあるということらしいです。以上です。現場からは以上です。もう終わりにしようか。こんなところに看板があって書いとった。東京ラブストーリーのロケ地、梅神寺駅。やめてよ、ほんとよ。入れるみたいなんで、はい。まあ一応ね、この注意書きが、まあ、原則としては入ったらいかんけど、事故に注意して、そう。ちょっと見てってくださいと。あ、飛行機が降りよる。おー、ほんとや。あ、これがハンカチ。ちょっとのいてもらっていいですか、そのめちゃ看板。東京の。ああ、よく聞くよね。うんうん、ここがロケ地やったみたいです。ハンカチ持ってきたらよかった。今回はね、うん、サンタさんに会うっていうツーリングやったけど、うん、ランナーのサンタさんしかおらんかったね。本当だね。走る場所がまあ悪かったのか、はい、うん、ちょっと出えへんかったけど、はい、うん、残念でした。残念でした。まあ今回はこの辺で終わりたいと思います。はーい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。